さんこんばんは。43歳アラフォー YouTuber の水野優香です。私のチャンネルはね、華麗に負けず華麗に生きる、この言葉をテーマに本当日々ねメイク研究をしているんですけれども、ほら私本当もうノーメイクだとめちゃくちゃわかると思うんですけど、ここのクマ激しいんですよ。このクマを隠せるとってもいいコスメと出会えたので、今日はねそのコスメとアイメイクをご紹介していこうと思います。じゃじゃん。皆さんこのアイレノールって知ってますか？これ韓国コスメなんですけれども、これね9点でランキング1位を獲得。韓国で大人気のねオリーブヤングでもクマアイケア部門で1位を獲得。韓国コスメが好きな人は絶対見たことあると思います。アイレノールは2種類あるんですけど、明るい肌トーンの人をナチュラルにカバーしたい人はこっちのアイレノール、暗い肌トーンの人、濃いクマをしっかりカバーしたい人はこのアイレノール S がおすすめです。私はねほんとねこのもう2本入っちゃってるこのね色素沈着の強い茶グマ、あともともとね肌トーンがちょっと暗いのでこっちのねアイレノール S を愛用してます。なのでね今日はこのアイレノール S を使って半顔メイクをしてクマがどれくらい隠れているのか比較していきたいと思います。まずはねちょっと日焼け止めでねしっかりしていこうと思います。はい、ではどんどんメイクしていきます。このアイレノールは先端が細いチューブになっているので、直接ね気になるクマのところにちょんちょんちょんって米粒大でのせて指でねどんどんぼかしていきます。でこのアイレノールはテクスターが柔らかくて指の腹で優しく伸ばすだけでめっちゃ伸びます。まぶたってね上まぶたも年齢重ねるとくすんできたりするので、全体的にねこの目周りを指の腹で優しくぼかしていきます。でこれはですねナイアシンアミドとかアデノシンなどの美容成分がね配合されたシワ改善のコンシーラーアイクリームなので、こうやって見るとこっちのクマとこっちのクマ全然違うじゃないですか。だけど時間が経ってもシワシワになったりしないし乾燥したりもしないんですよ。シワ改善のね美容成分が入ってるから夜まで小じわが私は出てこなくて感動しました。ではファンデーションです。リースのセカンドスキングロークッションの23サンドです。これで半顔を塗っていきます。ではアイシャドウはアイムミミヒドゥンカードパレット001ラッキーカードです。クマをね隠したい時はベージュとかピンクで血色感のあるアイシャドウを使っていこうと思います。まずはこの色、次にホワイトでぼかします。で下まぶたはこのピンク、これで血色を出していきます。ボビーブラウンのロングウェアクリームシャドウスティック L32 のピーチミモザ、目頭から黒目終わりまで入れてこれで涙袋を作っていきます。リセのワイドトリックダブルライナーリキッド、涙袋の影を引いていきます。でさらに赤みのあるブラウンを目尻のくの字こちらに入れて血色感を出します。アイラインはキャンメイクのクリーミータッチライナー02です。これで上まぶたの粘膜側にインラインを引いていきます。で最後に濃いブラウンを使って目尻にラインシャドウを引きます。でこうやって見た時にちょっとここだけくすみが気になるなぁと思うので、ここにアイレノール S を重ね付けして涙袋との境目をしっかり綺麗にします。ほら左右差で見るとめっちゃ違くないですか？こっちはすごいクマだけどこっち全然違うんです。しかもこれ美容液成分入ってるからここがもう乾燥もしっとりする感じがします。でビューラー、でマスカラはオペラのマイラッシュアドバンスとモカブラウン、
はい、アイメイク終わりました。やっぱ全然違う。こうね、ちょっと遠目で引いた時なんてもうクマのね、ある感じとくすみ感が全然違うから、やっぱり若見えして見えるなっていう感じがします。じゃああとはね、もうほんとフルメイクした状態をお見せします。はーい、フルメイク完成です。やっぱりクマがさ、なくなっていい感じに血色メイクになりましたよね。で、今回ご紹介したこのアイレノール、これ9点でも本当に口コミがめちゃくちゃいいので、概要欄にリンク貼っとくので、よかったらチェックしてみてくださいね。では今日も水の優香チャンネルを最後までご覧くださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。